妙高市杉の原スキー場の周辺に整備されているスノーモービルを楽しむコースが明日プレーオープンします。オープンに向け着々と準備が進む中、森岡リポーターが一足早くスノーモービルを体験してきました。いよいよ明日プレーオープンのスノーモービルランド、現在準備も大詰めを迎えています。妙高市ではスキーやスノーボードを楽しみに来る外国人観光客に新たな雪の楽しみ方を体験してもらおうと、今年からエンジンで走る雪上車スノーモービルを楽しむコースを整備しています。コースは杉の原スキー場をスタートし、スキー場周辺の森林を巡るものや妙高山を眺めながら農道を走るコースなどの3種類があります。今日はスタッフがスノーモービルが正常に動くか確認したほか、コースの木を伐採したり雪を踏み固めたりとオープンに向け準備を進めていました。オープンを前に、今日は森岡リポーターが一足早くスノーモービルの基本操作を教わるコースを体験しました。はい、ヘルメットもかぶって実際にスノーモービルに挑戦してみたいと思います。おまではちょっと怖いんですけど、この雪の波に乗って走るのが爽快感ありますね。斜面をこう雪の上を登っていくっていう感覚って疾走する感じですかね、なかなかないと思うんですよね。そんなのがスノーモービルのすごく面白いところだと思いますし、5歳からできますんで、ちっちゃいお子さんとかあとファミリーで来ていただいて一緒にこう乗ってもらって揺られてみるなんてこともできます。一度遊びに来てください。そして遊びに来ていただいて、たくさん笑っていただいて、写真撮っていただいて、でまた自分の大切な仲間とかお友達とか連れて、また杉の原のこの妙高スノーモービルランドに来ていただけたらと思ってます。スノーモービルを楽しむコースは明日からプレオープンし、今月21日正式にオープンします。